おう。あ、これで上に上がるのか。そうだったね。え？上がりすぎだよ。え？ミニゲームなんだ。プーさんと空中落下。ちょっと、もうちょっといいタイトルなかったのかな。あ、待って、操作見てなかった。なんかで高速移動だったよね。あ、これでロールか。書いてありますね。よかった。優しい、優しい、優しい。じゃ、できるだけ取っていきますか。よっとー。ほいー。いいね、いいね。気持ちいいね、これ。気持ちいい。こういうのいいね。わあ、気持ちいい、気持ちいい。おー、すげえ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 。1000行くよ、1000もう行くぜ。もう行くぜ、1000。いいね、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 いいね。やっほー。結構、あ、取り逃してないんじゃない今のところ。わかんないけど。パーフェクト狙い、パーフェクト狙い。初見パーフェクト。あ、なんか今逃した気がする。でも。できるだけ取る。じゃあ、できるだけ取る。いつもの俺、いつもの俺。そう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 、2395。なんか2400っぽいな。2500かな、全部で。おう、誰だっけ。ルーか、ルーだった。ティガを探してたら吹き飛ばされて落ちちゃった。あ、そう、違うよ、待ってた。うん、ティガが風に乗って落ちてきたらそこに僕がいるんだ。ティガびっくりさ、面白いでしょ。おう、そうだぜ。うん、ルーの前からな、探しに行った方がいいよ。まあ、すぐそこにいるから、多分ティガーなら。茂みの中で拾った？目が合えてる。なんなの？みんな探索能力高いの？よっ、あ、あれ？こっちから？あ、いいよじゃん。いいよ、いいよ。尻尾がないと落ち着きませんね。どこにあるの？何？あった？もう見つけた。早い。蜂蜜かよ。蜜蜂が怒るか。そうか。手を出すか。取っちゃえ。蜂退治。お、いいね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 。うわ、すげえ、カードになってる、これも。もうさ、キーブレードもさ、この蜂退治のためにさ、使われるなんて思ってもないだろうな。世界を救う道具だぜ。世界を救う道具だよ、これ。何してるの。てか結構危なくないですか。違う違う違う。あ、これもできたんだ。あ、ちょっとなんかものすごいミスったけど今。極力でもストック使わないでいきたいな。ちょっとプーさんガードしといて、これ多分ガードだよね。よっと。むずくね？結構難しくね、これ。ちょっとルール見直す。見直します、ちょっと。見れない。頑張りまーす。あ、スライドダッシュとかもできるんですね。よっと。あ、いけるわ。これでじゃあ。オッケー。全然いけました。よかったよかった。やっぱストック大事だった。え、やばくね？
どうしたら、どうしたらあっこに尻尾が行くんだ。うん、結果オーライだった。うん、いえいえ、俺はミツバチをやっつけただけで、尻尾のことはたまたまだったんだ。そうだよね、わざわざ僕を助けに来てくれるわけありま、ごめん、どういたしましてじゃなくてごめん。いや、もうなんか絶対これ根に持ってるわ、たまたまとか。もうめっちゃ強調してる、これたまたまの俺にぴったり。もう悪かったって、ごめんね、ごめん。1じゃん、エリクサーいいけど1じゃん。わ、もう絶対根に持ってるよこれ。うわあ、これもう今後引きずってくんだろうな、ソラ君これを。かわいそうに、かわいそうに、ソラ君。あ、セーブある。セーブしましょう。と、え、これだけ？じゃあ、以上ですか？あ、みたいだね。早かったなどうなんだろうな、でも。今回あまりカットとかしてないと思うから。バトルじゃないからね。あ、戻っちゃった。あっちには根に持ったいいよしかいないからさ。行こうぜ。え？なんかやり残したことある？もしかして。こういうところに覗こうとしたんだけど。これじゃいけないの？ん？これが何？秘密の入り口？あ、違うんだ。え？じゃあ、行こっか。まあいつでも行けるよね。まあなんかあってもここで行き止まりか。うん、ナープ、俺友達を探す役に立ったかい？お、プーさんからのお礼か。くたびれちゃった。え、蜂蜜くれ、その蜂蜜くれ、食料。じゃあ俺そろそろ行くよ。どこへ？俺の友達に会いにさ。本当か？嬉しいこと言ってくれるじゃん、でもね。うん。いてあげなよ、お友達のところにね。悲しいけど、大切なことはきっと忘れない。うん。おう。お、バンビだ。お、バンビじゃん。いいね。なんか一個使えるようになるんじゃないこれ。一枚だけだとでも心細いな。三枚ぐらい欲しいよな。使うのであれば。いないか。連続で。出てきたんだけど。まだ戦う気がすんだよな、でも。でもまだなんか戦うよな、きっと。リクはもう空と戦う気をなくしたんじゃないかな。うん、だといいんだけどね。隠れてる？こういうとこの裏にいないよね。ね、こういうところで、次の扉のこういうところで出待ちとかしてんだろうね、きっと。リクは。もしかしたら。ここで待機してて、うわーみたいな感じで、真面目に探したけどいなかったんで、進みます。いや、いるって思ってないけどね、最初から。どうなってんの、ビクセン。ビクセン？空を迎え撃つはずのリクは、どこで何やってるわけ？空を誘い込むためにわざと姿を隠してるのさ。そういうことにしといてやれ。しといてやれか。全然気づかなかったわ。ごめんなさーい。ごめんなさーい。はい、すいません。ありがちな反応。ダメね。
心がない奴はつまらないわ。お前が言うな。言わせておけ。心を持たないのは貴様も同じではないか。言われちゃったね。やめろ。マルシャ。マルシャ？あ、爽やか。ビクセン、あなたの作戦が失敗に終わったのは事実だ。これ以上我らを失望させるな。失望だと？ズニドルだ。機関において貴様のナンバーは11、ナンバー4の私が貴様ごときに。やべえ、武器がかっこいい。城と並ねを私に任せた。この場で私に逆らうのなら機関への反逆とみなす。反逆者は消す、そういう掟だったっけな。中途半端な役立たずもいらないわ。ビクセン、あなたでは空に勝てん。無知とは哀れだな。お前たちには物事の表面しか見えんのだ。我が力を理解できるはずもない。科学者って言ってたっけ。ならば証明していただきたい。何？同志の力を疑いたくはないのだ。これ戦うな、多分ビクセンと近々。あんな風に、そんな感じがする。ビクセンのやつ本気で空を消しにかかるぞ。誰も望まない結末だな。ナミネ。さあどうする。このままではお前の勇者が消されてしまうが、けれど彼はお前にある約束をしたはずだ。てか手でかいな。そうナミネ。ナミネちゃんの肩幅が可愛い。しかしマルーシャか。XJAPAN のヒデ以来のピンクの髪の毛だね。たくさんの記憶が消えてしまったんだろうな。XJAPAN 大好きです。ソラ、今からでも遅くない。引き返した方が良くないだろうか。できないよ。俺、昔の約束を破りたくないんだ。ここまで来たんだから行こうぜ。昔の約束。昔の約束なんだね、それは。小さい頃、ナミネに約束したんだ。どんなことがあっても必ず守るって。ほう、そんなかっこいいこと言ったんだ。忘れてた。マジか。いろんな記憶をなくすまで思い出しもしなかった。二人で約束してたのに。だからこれからなんだ。ずっと忘れていた約束を今から守るんだ。そうか、そうか、わかったよ、ソラ。この意志の強さ見習わないといけないわ。ナミネとの約束を覚えてるってことは、ソラの大切な思い出は消えてないってことだよ。守らなきゃね。よし、では時間も時間なので今回はここまでにしたいと思います。次回はいよいよホローバスティオンに向かいたいと思います。いよいよ中盤の後半戦ぐらいなんじゃないかな、わかんないですけど。まあまだまだ続くとね、踏んでおりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。次パートへ続きます。そうだよね、約束したもんね。ちゃんと守らなくちゃいけないよね。よし、ということで今回からホローバスティオンにいよいよ向かっていきたいと思います。また行けるとこが増えてくるんですかね。どうなんですかね。この辺はよくわかりませんが、この辺はよくわかってないですが、やっていきたいと思います。さあ、まずはムービーをチェックしていきましょう。話し声が聞こえるね。誰かな。無印だとビーストが出てきたような覚えがあるんですけども。し、そら様子が変だぞ。なのだ。
アビーストとベルか。なぜなんだベル、どうした。マレフィセントにさらわれた君を助けに来たというのに。助けてほしいってあなたに頼んだ覚えはないわ。一緒に帰るつもりなんてない。とどまる。そんなバカな。ほな魔女の城行っちゃったよ。話は終わりよ。マレフィセントに見つかる前に早く帰ってちょうだい。懐かしいな。七人のプリンセスだっけ。なぜ食べる。事情はよくわからないけど元気出しなよ。うん。同情はよせ。こんな姿では誰にでも愛されるはずがないのだ。やっぱりビーストとかベルは出てくるんだな。かわいそうだな。うん。確かに。お構いなく進んでいくんだね。なんかもうお構いなしで進んでいったけど、始まりのキーカード手に入れました。ありがとうございます。ビーストのカード使いたかったよ。ということで、ホローバスティオン。いよいよ物語も、後半戦ですかね。これ何？あ、出てきた。ちょ、あー、やっちゃった。そうだ、デッキをね、変えたんですよ。もう大幅にね、いじりました。まずはこのリーサルストック技重視のね、デッキなんですよね。ちょっとロックオン位置が明らかにおかしいですけど、このリーサルフレーム、とにかく技をね、とにかく今回技を見せていきますよ。で、リーサルフレームからの、今回このファイアレイドではなくサンダーレイドを入れてみました。どんな技？おー！なんか大して変化がちょっとわかんなかったですけど、一応ファイアレイドもね、入っております。で、からの、このファイヤー、3連発のファイガもね、込みで入れておりますが、確かあいつは、そうか、こいつは裏から回り込まないと攻撃が当たらなかったような、そんな気がする。で、この、強斬り回っていうのにね、ちょっと、モーションチェンジをしてみたんですよ。ちょ、待って、技が見せたくて、ちょっと。こいつにどうして待てたいんだ。で、からのファイナルブレイクもね、一応、コンパクトに。CP がね、増えてきたらね、もうちょっと、あれこうした方がいいんじゃないのとか、いろいろあるんですけど、ちょっとね、ゼロのカードが1枚しか入れてないんですよ。今のこのデッキは。なので、ゼロのカードを増やしたいですね、とりあえず。CP 上げて。ちょっとまだ使い慣れてないというか、本当にさっきお試しがてら1回使った程度なんですよ。なのでこのデッキで戦うのがこれで通算3試合目、この試合が3試合目。なのでちょっとずつ慣らしていきたいかなと思います。ということでやっていきます。早速分かれ道ですね。こっちから行きましょうか。行き止まりっぽい方からちょっと進んでいきたいと思います。どうしようかな。これどんどん襲いかかるっていうのはちょっとやだな。ルーレットで行きます。あとですね、あのマップカードを整理したので、また新しくね、手に入るのではないかなと思っております。どんどん新しいカードも手に入れていきましょう。お、新しい敵がいる。こいつ、あー。なんだこいつ。特に用心する。そこまででもないか。なんか魔法攻撃がちょっと厄介そうな雰囲気だな。ちょっと攻撃パターンが見たいけど、
こういう油断がいけない。油断がいけないですね。よし、倒そう。ほい。オッケー。あ、また出てくる。ピコって今レベルアップってやつが出た瞬間にこっちの処理が行われた。今9狙いたいな。 OK OK OK、 目押しがいける。偽りの宝。そして OK OK、 ラストアルカナム。これなんか無印の時ものすごくお世話になった技な覚えがあるな。